よし、まあちょっと引いていきますね。とりあえず無料から、とりあえずゲオルグが出たらとりあえずは OK なんで、とりあえず入所金あーまあまあまあ、あの MVP ミュエとかもルイボスティーさんいらっしゃい。あ、これから赤ちゃん引きます。ルイボス、あーじゃない、あの MVP ミュエも結局エクセとかがいたら結構あの対抗できましたけど、こんばんは。ガチャチケでコンプ目指して頑張ります。今日は3いらっしゃい。とりあえずガチャチケ使います。こっちで合ってるよね。はい、キャラプレしたんでロードはないと思います。運はいかに、どうですかね。ちょっとほんとパパッとコンプしたいんですけどね、マジで。たまにはええやんと思うんすけどね、ほんま。もうそろそろええやんと思いますけど。ごまさんいらっしゃい。当たり、あ、ありがとうございます。いや、当たった方がいいっすよね、ほんま。ほんま当たってくれたらいい。ちょ、ギアも行きたいんで、久しぶりに。こんばんは。ちょうど今から引いてます。紙引き目指して頑張ってます。トルチェー。あ、惜しいやつ。もう終わったかな、数えてなかったんでちょっと忘れましたけど。お、え、これ初期運営ですかね。まあ金率は普通でしたけど。まあまあなんか似てますよね、今回トルチェ新キャラにちょっと違った。あ、まあミュエ、まあ確かに筋肉ですね、筋肉、筋肉キャラですね。さあ、ちょっと確定チケット5枚いきます。ゲオルグ出たらとりあえず OK です。あ、あー、チェリルも出てますね、確かに。どっちですかね、どっち、あ、どっち、どっちも言い難いですね。どっちもどっち似てますね。あ、スキップしてもらったちょっと、あ、それが一番いいかもしれないです。トルチェ、マンデンとかいうやつですね。あのトル、カメ、カメのやつですね。あ、あー、そっかそっか、テクニックかスピードですもんね。熱い、お、いいんじゃないカムメでした。あと言ったらなんか打ち方にもよるんですよね、右利き左利きの。あと3枚、これでも正直出たことないですね、この確定チケも。まあ白手にのキャラクター結構可愛いですもんね。おお、え、2王出るんだこれ。へえ、まあ2王はもういらんので。でかいから許す、でかいから許すとか、なんか初めて聞いた気がします。まあ壊れなんで許す。あ、水色チャンス、はい、レンファー、でかいから、レンファフレマとかようやりましたね、かわいい。まあ白手のキャラクターは結構かわいいですね。から許す、髪が長いから許す。あ、今度の新キャラの髪長いんでワンちゃん許されて、許されてくれますね。赤がサーブかな、これは。あー、じゃあダメだ。ふーい、まあそう簡単に出ませんね。声かわいいから許す。さあ、どんどんあの許すがなくなってきますよ、あの被ったらダメということで。さあ、いきます。そこら辺に大丈夫です、どのキャラクターもそこら辺にはいませんので大丈夫です。とりあえずゲオルグをマジで来てほしいんですよね。ニコとか、これで、これでコンプやったら許しますけどね、これでコンプしてくれたら。なんか意外と少ない時ってある意味期待できますよね、なんか、なんか。はい、あと1個。
はい、嘘つきました。はい、嘘をつかれました。さあじゃあ次こそはやっぱ確率は何だったっけ。あれ4つ。あ、そうそうそう、収束ヤンキーだから言う。いや、ヤンキーはダメですね。ヤンキーは許しません。あのヤンキーは許しません。はい、あと3つ。うん、そうそうそう、絶対運ですね許しませんね、あいつは。これで、これで2個ですよね。ルカかこいつよう出るやつ。男気だから許すまあそうですね、熱くいこう、熱くいってますからね。男気はありそうな感じですね。バナナいるかあ、まあでもバナナはうざくて面白いあれでしたよね滑りますからね。お、久しぶりに金率が多いですね。3、4、5、6、7個ぐらい、8個ぐらいですかね。またプリムラ。あ、カレンもいるんだ。星音率いいな。ヤンキーイケメン女騎士だからいやー、ちょっともう本当は出てほしいんですが、おにぎり真顔でいやもう星2のおにぎりクソってなるんですけどね。マジでクソってなりますよこいつら。おお、あー、サーブやん。はい、ヤンキーでした。そう、ヤンキー率高いですよね。おにぎり、いやマジでデンスよ。おにぎり50個は食えないですね。おにぎり50個死にます。もうそろそろ、もうそろそろお願い。6個。あ、ありがとうございます。これで出ることを祈りますあー、なるほど、限界突破。あー、確かにいりますもんね。まあ最近はまあ、あのかけらとかも集めやすくなったんで、まあまだ昔よりかはちょっとしやすくなったって感じがした自分がそれのおにぎりですね。マヤ、マヤだったっけ。ま、え、マヤだった。マナ、あー、きついなー。え、もうなんだかんだ50連っすよ。かわいいから許したけどまあまあまあ、白天人のキャラクターは可愛いですからね。さあ、まあ20、おお、金率すごいな。まあ25分の1ぐらいですもんね、マジで。あ、ありがとうございます。結局許してくれるんですね同じキャラ。あー、雪村、あー、雪村は強かったですね。これだと全部星3、金。おー、エンマいるけど、ひわこいよ、ひわ。いや、星4率ないと、そんなに本当にあるんか思いますよね、マジで。イルカさんいらっしゃい。一回こうやって戻って、まあ、オカルト。もう一回やりましょうかね。ヒバは入りません。ヒバは。あ、でも確かに星の率は結構、まあ、いい方ですよね、言うたら。
結構出てる方。5個、半分、金は半分。そうそう、闇鍋です。本当に闇鍋です。正直通常型でもなかなか出んすからね。1個出た。おー、うつろもいるんすね。来た。イケボだから許す。ちょっとね、夫が出たんで、あの嫁も出てくれんと困る。出ませんでした。ヒバーくん、いやヒバーくんダメです。ヒバーくんダメ、許しません。ヒバーくん許しません。いやまあマジで、ほんいや本当にもう100年近く、100年近いっすよマジで。いや100年で出たら4つか。そう、天井マジか、マジで。いや本当にギオルク出てほしいんですけど、マジで。200連は、200連はきついな。あと3つ。あ、ソアラ、あと1個。これが面白いから言う。いやマジでですよこれ。もう次70連目か。次70連目ですね、これ。なんか来たから許す。ガラガラさんいらっしゃい。そう、そろそろ出ないとマジでやばいんですけど。7個。いやマジで協力出てくれないと。そう、運営出せよって、本当運営出せよってなるんですけどね、マジで。あ、いや似てるけどお前じゃないんだよ。これは言うダメで。いやほんともうちょっと言うとってください、ほんと。万年でしたね、万年。いやもう一個の万年みたいなの欲しかったんですけどね。あれ終わったもん。ああまだあった。くっそ、マジで上から来んのやけど。通報やの詐欺。いやマジで、いや大体は100連ぐらいでいつも出よったんすけどね。大体100連ぐらいで出るか、まあ200連か。まあそれ、あの通常の時の、あの確定スタンプじゃない時は200連超える時もあるんで。いやマジで一人です。ジュエル先行、いや最高ですね、それは。それは最高です。キャラゲーして勝ちます。雪村じゃない。え、本当に出ない。あーなるほど。いや本当に今日出る気がない、ない、本当にない。ガラガラさんいらっしゃい。あ、おかえりなさい。まああのトレーニングで使えますけどね、なんとか。あの古い、ちょっと古くなった分はこれで、いや別にこれでゲオルグ出てもいいんですよ、これで。いやほんまにここまでとは本当にきついですね。ここまで出るのはきついですね、マジで。まあトレーニングはまあまたちょっとあれですからね、試合で使いたいですよね。あ、ともさんいらっしゃい。今100連目。波の人間じゃないし。うーん、ギョルグさんマジで来てください。ルーシーではない、サワラでもない。いや筋率、いや星4率はまあまあいいんだけど。まあおとなしはちょっとつまらんやろうね。選手だから言う。いやマジで終わりました。マジで200連目なんですけど、100連超えましたわ。いや新キャラすら全くこっち、いやようみんな出しますよねマジで。ようツイッターとかなんかよう見ますけど。はい、4万消えました。プレステ4が消えましたよ、プレステ4が。
プレステ4が1台なくなりました。くれてもいいんですよ。あげませんよ。あげませんよ。ホテル代、いやホテル代しかもそれ結構強、あれですよ、高級なところです。ああリセマラ勢ですかね。ああなるほど、確かにリセマラしてる人多いですよね。新キャップは使いたいですよね。帝国ホテル、いや帝国ホテル分からんですけど、でも絶対高いところ行けますよね。結構2万出したらいいところ作れますよね。ああサブはありだと思います。確かに、いや本気で出ませんもん。ああ なるほど。まあでもやっぱ一番は本赤で出したいですよね、やっぱり。まあ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 、やっぱりそうですよね、一番は。まあ一応は金をかけたら。ああまあそうですね、やっぱずっと使ってますからね、やっぱり。やっぱ一番はええですよね。まあそういうサブアカに限って紙引きしたりした用紙も。またうつろ、お前じゃなくから嫁を出せよ。命のやり取りね。エースは頭脳の勝負です。精一杯試合する。また取るち、また取るち。ああ なるほど、着替えてるんですね。トルチェの衣装に着替えてるんですね。なるほど。あ、そういえばこれ、あの上から振ったら今確定かと思ってたんですけど、あの女の方を受け取ってないんで、上から振ってきても、サブローさんいらっしゃい、上から降ってきてもまだ確定じゃないですね。もしかしたらあの嫁の方が出る可能性ありますね。こんばんは。今130連目ぐらい、まあ順調にはまってますよ。爆死してます、天井に向けて。お願いします、お願いします、お願いします。そうっすね、そろそろ来てもいいと思います。そろそろ来ても悪、罰は当たらんと思います。ごめん、いやマジで来ないんですか。ふぅ。いやまあ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 、もうまあここまで来たんで、まあ引くのは引くんですけどね。けどギアとか引いたりができなくなるんで。サザエさんですか。サザエさんとはザマーと思ってますよ。コロップはもっと金かけろと思ってますよ絶対。養分落ちとか思ってますよ絶対。コロプラまた同じの出た。え、今回2個でし、4つでしたっけ。かなさん、マヤ率高いです、マヤ率高いです。マヤとトルチェとか高いですね。いや、あうつろも2回出ましたからね。いや夫じゃなくて、あの嫁を出せって感じなんですけど、でしゃばるなって逆になりますね、うつろ。あありがとうございます、スタールーンください。いや、あのスタールーンとコント、あのギアスタとかと交換できるんやったらどんどん交換したいんですけどね。なんかあのそういうマーケットとか出してほしいですね。取引所っていうんですかね。要はあの MMORPG とかでやる。交換したいですね、あれ本当。ギアスタがめっちゃ欲しいです。あとお金も欲しいですね、ゴールド。あ、これもなんか2回か3回目ぐらい出たことないですか。もう出てもいいやろ。いや完璧、なんかもう天井しか行かないレベルのあれですよ。ルージェにやられたいで。まあ癒しになりますね。4つ。いやほんまに電話、
コナちゃんさんいらっしゃい。うわ、全部使えそう。私はアナジェ、虚の王の妻よ。いや、ほんまにハマってますね。やばい。たまに単発とか引いたり。9回目いや、マジで多いですよ。なんか被りが本当に多いですね。そう、今のところゲオルグがのみですね。確定今に向けてゲオルグだけが出てないって感じですね。アナゼは引いたんで。いや、もうあと40連っすよ。もうほぼほぼ天井と変わらんすよ。ロードが長いからなんだかんだ期待しようけど、キャラ紹介どうか、ん、キャラプレしたんでロード入らんと思うんですけどね、普通は。けどなんかロードが入ったんで期待しましょう。1個、始まり始まり、勝たせていただく。あー、シエラ、ソアラ、あー、こいつら系のあれかな。いや、星4率は良かったんですけど、出ないんですけど。ヨコさんいらっしゃい。入ってませんでした。もうパパっていきましょうかね。もう終わりなんで。はいはい、終わりです。終わりました。ここで2体落ちてきたらクソだと思いますけどね。2月の3位らっしゃい。現実的な連続。ありがとうございます。いや、マジでジュエルが減りました。あの、出てもいいタイミングだったんですけど、出ませんでした。マジで出ませんでした。あ、ありがとうございます。そうですね、あの、予定通りコンプできましたね。予定通りコンプはできました。いや、マジでクソ。いや、これはきついっすな。ゲオルグ、以前とは一味違うぞ。いや、絶対そんな感じですよ、コロプラで。しかもこれで、あの、いや、ほんまに予定通りでした。予定通りでした。しかもこれ今あれじゃないですか、あの、来週のあの速報値だったっけ、あれで強すぎたら、これであれですからね、あの、下方ですからね、マジで。で、これの保証が、あの、10連ガチャ10枚だけ、え？ガチャ10連分だけとかってアホですよね。これでとりあえず全部取ったかな。あ、9.5 点なんですか、今回。でもなんか結構強そうな気がしたんですけどね。なんか味方のパワーアップってちょっと面白そうだったんですけどね。どうせやったら、あの、他のキャラみたいにグッドかジャストとかのスイングエリア広がしてほしかったですけどね。よし。あ、すんません、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと一回終了させますね。すみません。ちょっとダウンロードしたいんで、ちょっと一回終了させてすぐまたやります。